美女ということで、綺麗な女子、男に燃えた側には嫁に欲しい美女ということで、今日は美女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 、綺麗だ綺麗だ、あの方は綺麗だと、血統書付きの顔面一族なわけで、あまりの美しさに多くの男たちがこう振り返ってしまう京極辰子、誰と思ったな。最もそばに置きたかった姫君、それがわしが天下御免の YouTuber 前田圭一。はっ、この度の題目はこちら、戦国美女5000。いやー、ということで、動画を見ておる男性諸君よ、おの子たちよ、待ってましたと言わんばかりの題目やってまいったの。男ならみんな大好き美女ということで、綺麗な女子、男に燃えたからには嫁に欲しい美女ということで、今日は美女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 、もう戦国時代の美女について今日はやっていこうと思うので、もうこの式のままぐん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 行こうと思うんだけども、まあただモーセでも戦国時代には美女いっぱいおったゆえに、この前田圭一の独断と偏見で5人選び申した。その選ぶ基準の前に、戦国時代の美女顔面偏差値の高い基準を教えてまいろう。まずは切れ長の目、このわしみたいに、そして面長、このわしみたいに、そして黒髪で長くて美しい女子が、まあ能面と呼ばれるものじゃな、あれに近しい顔が戦国時代の顔面偏差値が高い美女とされておったわけなんじゃけれども、まあそういった多くの者たちが美女と言っとった人間だけでなく、現世風な美女、現世で美しいとされているような女子も今日は取り上げてまいろうと思うし、じゃ、まあ、あとはいろんな要素で美女という付加価値もつけてまいるで、ぜひ最後まで見てくれ。ではまずはこの方、お市さんだーということで、そう、戦国一の美女と言われるお市様、まあこれは外すことができないお方でございまして、織田信長様の妹君、みんな知っておるわな、お市様。そう、お市様は誠に多くの者たちが綺麗だ綺麗だ、あの方は綺麗だと言わしめたほどに、まあお顔が整った顔で方でござって、織田家というのが実はそもそも美男美女の集まりなんじゃ。もう結婚婚姻を結ぶ時には、相手の顔の偏差値、顔面の良さで選ぶとも言われてるぐらいに、血統書付きの顔面一族なわけで、織田家というのは。ちなみに信長さんも大変美男でござった、今でもそうじゃろ。そしてお市様はこちら、現世の者たちが認める、なんと八頭身であったと言われてる。このわし前田圭一も顔が小さく背が高い、今で言うところの八頭身なんじゃけれども、お市様も八頭身だった。なんと戦国時代珍しく女子で170センチを超えたと言われてるわけなんじゃ。そのような女子はほとんどいない。我らの平均身長はだいたい150センチから160センチ、男ですらそうなんじゃが、非常にスラーっとした体型であったということで、お市様がまず1人、そして2人目、生駒るい。誰、生駒るいって言ったらいきなり知らない人出てきたと思うかもしれないが、この名呼び方じゃった人じゃ、キツノということで、キツノ様、こちら生駒るい様は織田信長様が一目惚れした側室。さあ、信長様はもういろんな側室の方がおったし、正室は貴重様がおるんじゃけれども、信長様は最も愛したとも言われている方でござって、もう何かと申すと、まず狐という由来知っとる、みんな。狐の狐、これは信長様の幼名である吉報氏の頭文字と、信長様のその吉報氏の女ということで狐なのよ。すごいじゃろ。もうどれだけ信長様はひいきしとったのか、もう名前ですでに分かるんだけども、この狐様に一目惚れをしてしまったために、当時馬を走らせて、もう結構な距離じゃ、10キロぐらいあるのか、そのぐらいの距離をもう毎日のように狐様を見に会いに行きたいのために信長様が馬を走らせたという話もござるぐらいなんじゃ。そしてまあ側室にめとった後には、信長様は狐様のために屋敷を作るんじゃ。狐様のためだけに屋敷を作るし、また狐様が病になったら最後は見とったと。そしてその時には、あの珍しいな、あの信長様は泣いて泣いて泣いて悲しんだということで、最も愛した女子、それが狐様、生駒るい様である。そしてもう一人、こちら細川ガラシャ。
これはもうちょっと有名どころじゃな、またの名をタマとも言うんじゃけども、魔性の女ということで、あの細川忠興という細川藤忠の息子とは結婚して三井出様の娘なんじゃけれども、そのまあ忠興が嫉妬深いのもあるんだけど、あまりの美しさに多くの男たちがこう振り返ってしまう、今の綺麗な男、あ今の方はと振り返ってしまって、その度に忠興がふざけるんじゃねえって言って、もう切って切って切ってということで、自分の嫁が綺麗すぎて束縛が激しすぎて、もう幽閉してしまうぐらいの、まあ、絶世の美女だったと言われておって、その幽閉されたところになんとオス猫も近づけなかったと言われていることに綺麗であった。まあ時にはこう庭師、この屋敷の庭師のものがチョキ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 って綺麗にやったら、あ綺麗な方がおる、なんて方なんだろうっていう見取り取ったものを見て、忠興がもうカチンと来てしまって、庭師っつって庭師をなんと惨殺してしまうことに、多くの者たちの心を射止めてしまう魔性の女、細川ガラシャ3人目。では続いて4人目、こちら駒姫。さあ誰じゃろうな、わからんかもしれない。駒姫はなんと東国一の美少女と言われてる。どうじゃ男の将軍な、綺麗な姉さん気味であるおなごもいいけども、やはり若いおなごも好きじゃろみんなな、そういうやつもおると思う、そういうやつのために用意しといたらな、若くてクリッとしたような目、そう現世の要は目が大きくて切れ長のいわゆるこう今風な顔だったのはこの駒姫なんじゃ。だからもしかしたら現世ものの中では一番モテる顔をしとったかもしれない。それはこの駒姫で、なんとあの豊臣秀次様、まあ、後にはこう関白になるんだけども、秀次様からずっと側室に来てるし、側室に来てるし、もうわしの元に来てちょうよーってずっと言われて、3年4年ずっと口説かれて、ようやく側室になりに、まあ、京の都まで上がったという姫君でござる。父上は最上義満様、いとこは伊達政宗といった血統書付きな姫君でござる。さあこれが4人目で、5人目こちら、ドボン、京極辰子。誰って思ったな、京極辰子、これがすごい、戦国界の姫様ということで、みんな姫なんだけど戦国界の姫様とあえてつけさせてもらった。これどういった方かと申すと、まず秀吉様の側室で、秀吉様に選ばれるっていうのがすごく重要なんだけども、秀吉様は血統書付きの家柄のいい人と、あとはもうめちゃくちゃ綺麗な人、要は顔面偏差値が高い人を側室にしたいっていう人で、この秀吉様に関しては側室がもうおりすぎて、もう人数把握できとらんほどに、奥御殿っていう女子がいっぱいおる、あの御殿があるんだけども、そこにもう300人ぐらいがもう毎日夜まっとった中でも、もう一番気に入られとったと言われたのがこの京極辰子様でござって、秀吉様がもういろんなとこ遠征に行くんじゃん、戦で小田原攻めとかな、あの九州攻めとか、もう名古屋城行こうかとか、いろんなとこ行った時に絶対連れてったのがこの京極辰子様なの。だから秀吉さんが常にそばに置きたいぐらいの美女であったということ、ここまでのわしの熱量で非常にみんなに伝わると思うんじゃけども、またこの戦国家の姫様というのが何かと申すと、京極家というのがなんと、もうすごく由緒正しい名家なんだよ。もうめちゃくちゃ血統書付き。もう今までもすごい、織田家とかみんなすごいんだけども、でも結局織田家ってあれなんだよな。守護大名でもないし、その下の人間でもござるで、この京極家に関してはめちゃくちゃ身分が高いのよ。そこの姫君ということで、ねね様、これわからない、秀吉様の正室のねね様、そしてちゃちゃ様という、このついでの側室の立ち位置を築かれた方ということで、もう秀吉様が最もそばに置きたかった姫君、それが京極辰子様じゃ。皆の衆いかがであったか、ぬしらのお気に入り姫様見つかったかな、駒姫、おいさま、いろんな人がいっぱいある。ぜひとも戦国時代のおなごについてもこのように知識を深めてもらいたい。また会おう、YouTube。おぬし、チャンネル登録をいたせ。